はい、今回はケニアのマサイマラ2日目になります。この日は朝からゲームドライブ、午後はマサイ村を訪れる予定となっています。出発前にコーヒーだけいただいてリフレッシュします。夜中に雨が降ったようで外は濡れております。あれだけガタガタだった大草原の道、大丈夫なのでしょうか。日の出前にいざ出発です。朝は冷えるのでマサイ柄の膝掛けを貸していただきました。ずっと短パンで過ごしていたので日焼けもすごい。サファリツアーの際は朝は上着、昼は日焼け対策をしっかりとした方が良さそうです。こんな大草原の奥から朝日が昇ってきます。朝一からとてもいい景色。動物を眺めるだけではなく、こんな景色も眺められるのもサファリツアーならではです。ヌーの大群をかき分けてどんどんと進んでいきます。他の動物ですと強いオスが群れのリーダーとなるケースがありますが、ヌーには群れのリーダーがいません。ですがこのようにずっと綺麗に一列になって同じ方向へと向かっていくのです。動物によって異なるこのような習性というのはなかなか面白い点が多いです。こんなヌーの列が様々なところで見られます。仲間と一緒に目的地まで向かうヌーもいれば、このように食べられてしまうヌーもいます。昨日はいなかったので昨晩食べられてしまったようです。8月のマサイマラというのは本当にヌーがたくさんいます。あちらにいるのはメスのガゼルです。オスには角がありますがメスには角がありません。そして体も少し小さめです。通常はメス同士が群れて生活をしますが、群れても攻撃力はほぼなし、それぞれが逃げることしかできません。肉食動物たちの格好の餌食となってしまいます。そして近くにはダチョウもいました。世界で最大の鳥、鳥なのに飛べない、鳥なのに走るのが得意な謎の鳥です。時速約70キロ弱ぐらいの速度で走って逃げたり、キック力も強いためダチョウを襲ってくる動物に対して蹴って対抗します。ガゼルと比べると圧倒的に数が少ないのに生き延びられるということは、逃げる力、抵抗力が強い証拠でしょう。それからダチョウというのはオスの羽は黒、メスの羽は灰色をしています。単独行動していますし、このダチョウはオスでしょう。やっぱり雨の影響が出ているようです。大きな水たまりができています。日本の一般道でこんな道があるとさすがに嫌ですけども、サファリですとこんな大きな水たまりを走ったり、大きな揺れすらも楽しむことができます。さすがトヨタのランドクルーザーです。難なく通過していきます。本日も朝からライオンとご対面。結構その辺を歩いている姿ですとか食事のシーンなども見れるかなと思ったんですけども、昼間はこうやって茂みに隠れていることが多いライオンです。まあ、夜行性だからですね、眠いんでしょうね。2頭ともあくびをしています。さすがのライオン人気です。眠いライオンを見ようと周りにはたくさんの観光客が集まっています。かろうじて車では侵入してはいけないエリアでしたので、まだ比較的ゆっくり寝れるでしょう。こちらはぬかるんだ道にはまった人間たちを眺めるライオンです。これはチャンス、彼らを食べてしまうのか。人間には興味がないようです。立ち去っていきました。車のドアは閉まった状態で複数人が外に出ちゃっていますけども、一瞬で襲ってきたら結構危ない気がするんですけどね。ストレスの溜まった日本の人工サファリパークのライオンでしたら襲われちゃうかもしれません。一頭だけ未だに一人寝ていますが、仲間が多い、行くぞーというふうにですね、視線を送っています。すごいですよね。合図をするわけでもなく声をかけるわけでもなく、みんな一緒に歩き始めます。起床後のトイレですっきりとしたメスライオン、お腹が大きいようにも見えます。もしかしたら妊娠してるのかもしれません。こちらのメスライオンは眠そうな目をしています。
また別の場所にオスライオンもいましたが、一切起きてくれません。意識を失ったように寝ています。こうやって寝ていてもですね、人間、車が集まって騒がしくなるわけですから、ちょっと気の毒ではあります。こちらは角が生えていますので、オスのガゼルです。メスと比べると体が大きく、筋肉質と言われるんですけども、見た目ですごい違うっていうほどではなくって、パッと見ではわからないほどです。若干筋肉あるかな程度でしょうか。今はオス同士で縄張り争いをしているのでしょうか。角を使って戦い合っています。ただライオン同士の戦いに比べると全く激しさはなく、もう子供の争いのようです。これでどちらに勝ち負けの勝負がつくのでしょうか。とても優しい戦いです。そんなガゼルたちの横をライオンが横切ります。眠たくてお腹が空いていないのでしょう。いいスナックがあるのに興味すらないようです。この後寝るためにまた茂みへと隠れていきました。サファリツアーを行っている車、ほとんどがトヨタのランドクルーザーでしたが、こんな道を通れるのもトヨタのランドクルーザーぐらいなのでしょう。今回の車ですが、横から見ますとこれだけ横の窓が開いていまして、時には上からも撮影ができます。椅子の座り心地も良く、サファリツアーの中でもとても良い環境だと思います。映像が若干揺れている点については申し訳ないです。極力ブレないようにはしているんですけども、車の揺れやカメラの固定が難しい関係でどうしても揺れてしまいます。サファリ中に望遠レンズを使って動画の撮影をしたい方は、屋根など広いスペースにカメラを置いて固定して撮影できるような車かどうか、そういった点も確認した方がいいのかもしれません。このような肘掛けの部分から撮影したり、窓から撮影するタイプの車ですとカメラを固定できず、動画に関してはかなり揺れてしまいます。画像は問題ないかと思います。それではここで朝食の時間です。サファリツアーだけではなく、このような体験も様々ご用意いただいています。こんな環境で朝食をいただくことができます。何を食べるかは前日に選べるようになっていまして、選んだものをガイドさんが持ってきてくださいます。朝食の定番メニューが中心ですが、もちろんホテルのレストランでご用意いただいた料理ですので、とても美味しいです。日本だとちょっと行儀の悪い食べ方かもしれませんが、これがサファリです。朝食の定番、ソーセージにクロワッサン、ハッシュドポテトをいただきます。ドリンクも持ってきていただいてまして、オレンジジュースをいただきます。実は車に冷蔵庫ついていまして、ビールもあるのです。グラノーラにブルーベリーヨーグルト、パイナップルもいただきます。レストランで豪華な朝食もいいですが、こんな朝食もサファリならではでとてもいいです。なんだかすごい音の車がやってきました。いい匂いがしたのでしょう。小さなハンターがやってきました。この鳥も足が速いようです。月のワテリムクというムクドリです。青や黄緑に光る羽とオレンジ色のお腹が特徴的です。見た目はとても美しい鳥です。目もまん丸として可愛い。現実の鳥というより漫画に出てきそうな目をしています。例えばアングリーバーズに見えなくもないです。もちろん人間の食べ残しを狙っています。警戒しながらもこれだけ人間に近づいてくる野生の鳥っていうのもなかなか珍しいのではないでしょうか。人差し指に乗せたグラノーラ食べるでしょうか。食べたいはずなんですけども、あっちこっちそっぽを向いています。気にならないふりをしています。一瞬で加えて一瞬で走って逃げていきました。鳥なのに飛んで逃げんのかいとですね、ちょっと突っ込みたくもなります。餌付け成功と思いきや、一回きりでもう近づいてはくれないようです。餌を与えた途端に嫌われてしまいました。朝食を終え移動していますと、エランドの群れを発見。とてもサイズの大きな草食動物で、
オスは500キロから1トン、メスは500キロ前後になります。社交性がとても高く、群れで生活をすることはもちろんのこと、他の動物と比べるとオス同士が争いをしません。多くの動物はメスや縄張りをめぐって争うことが多いですが、エランドは角や体を見せつけ合い、戦わずして力関係を確認し合うケースが多いため、争いにまでなることが少ないレアな動物です。続いてやってきたのはこちら、マラ川です。マサイマラのマラの由来となったと一説では言われる有名な川です。そんな川で見ることのできる動物といったらこちら、カバです。あちらでは大量のカバが川の中と陸の上で休憩をしています。カバは皮膚が弱いため水の中にいることが多いのですが、泳ぐこと自体は得意ではありません。大きなカバですと体重が3トンにもなってしまい、水中で沈んでしまいますので、このような浅瀬の川の陸の近くで休んでいます。カバが一度に潜水できる時間は5分から6分と言われています。水中で寝る際は無意識のうちに顔を上げ呼吸をするんだそうです。人間だったら動いてばかりだと睡眠の質が落ちてしまいそうですが、カバは大丈夫なのでしょうか。それから縄張り意識がとても強く、縄張りをめぐって他のカバと喧嘩をしたり、時には自分の縄張りに入ってきたカバ以外の動物を襲うこともあります。しかも顎がとても強いですから攻撃力も高い。こう見ると穏やかそうに見えますが、怒るととても怖い、そんな動物です。テレビでカバがスイカなど餌を食べるシーンが放送されたりしますが、軽く噛んで一口で木っ端みじんになりますからね。カバは草食動物ですので、普段は草を食べて生活をするんですけども、彼は何を食べているんでしょうか。まさかの糞です。子供のカバは食べた草を消化する腸内細菌や消化酵素を持っていないため、大人のカバの糞を食べて自分の体の中にそれらの機能を取り込んでいるのです。特に生まれたばかりのカバが取る行動なので、この大きさでもまだ生まれたばかりのカバなんだなということがわかります。そしてカバがいるところにはワニもいます。生活圏はとても似ている2匹です。さすがに大人のカバの集団には勝てませんが、子供のカバであれば襲うことができます。かなりレアなケースではありますが、万が一カバのエリアに入ってきた際には警戒していたカバの大人たちに襲われてしまうなんてこともあります。それからワニも水中にいることが多いです。時々陸に上がってきては日光を浴びて体温調整をします。こちらの日光浴中のワニ、綺麗に口を開けたまま固まっています。口を開けたまま干からびているようにも見えてしまいますけど、きちんと生きています。よーく凝らしてみますと喉のあたりが動いていまして、呼吸をしているのがわかります。こちら肉食動物の残飯を食べて生活をする大草原のお掃除担当の鳥たち、食事の時間なのでしょう。同じ場所にたくさんの鳥が集まっています。きっと近くに動物の死骸があるのでしょう。やっぱりありました。今朝見たヌーの死骸と比べるとフレッシュです。ライオンか何か肉食動物が美味しいところだけ食べた直後なのでしょう。足を怪我しているので、もしかしたら車に轢かれた可能性もあるかもしれません。人間が去った後、彼らが美味しくいただくのでしょう。こんな感じで食べていきます。顔を思いっきり突っ込んで食べていきます。そして時にはポジションをめぐって喧嘩もします。ヌーの体がほとんど跡形もなくなくなっています。美味しいところはもうほぼ食べきっているのでしょう。マラブーがやってきましたが、眺めるだけのようです。あちらの奥にはサイがいます。これでビッグファイブと呼ばれるライオン、ゾウ、サイ、バッファロー、ヒョウのうち4頭を制覇しました。残りヒョウだけとなります。結局こちらのサイにあったのはこれっきりで、ビッグファイブの動物すべて近くで見ようと思うと、やっぱり1日や2日では難しいのかもしれません。
ビッグファイブというと、現在では大きな動物ですとか、サファリで人気の動物5選などのように使われますが、もともとは狩猟が困難だった動物を意味していました。また、これらの動物は密猟のターゲットにもなりました。サイの角は薬や装飾品に使われたり、象の牙も装飾品やあとは工芸品などに使われます。ヒョウは毛皮など、高値で取引されるために密猟の被害に遭っています。これまた少し遠いですが、前半のゲームドライブ最後の動物はキリンです。キリンというと、あの長い首を活用してずっと木の葉を食べているイメージですが、3頭が嘘のように固まっています。何があったのでしょうか？一旦ランチを食べにホテルに戻ってきました。ホテルの前にあるヒポプール、カバはいませんがワニがいました。奥側の端で水に浸かっています。ワニは水中では呼吸ができないため、それほど水深が深すぎない場所、いつでも鼻を出せる場所でゆっくりしているのでしょう。それではホテルのレストランでランチにしたいと思います。レストランに到着すると、スタッフさん全員からフレンドリーな感じで挨拶をされる。ホスピタリティがとてもすごいです。本日のランチメニューはこちら。メインは中東料理のシャワルマ、様々な国で食べられるサンドイッチ、中東料理のファラフェル、イギリス料理のビアバタードフィッシュ、フィッシュ&チップスに近い料理に、イタリアン、パスタです。まずはスターターのキュウリのガスパチョ。スペイン発祥の飲む野菜サラダです。キュウリの苦味を少しだけ感じますが、とても飲みやすい。野菜を気軽に摂取するにはちょうど良さそうですし、暑い日中帯に飲むのにも良さそうな冷製スープです。パンにもつけていただきます。ただ、そのままの方が美味しいかもしれません。こちらがメインのビアバタードフィッシュです。ほぼ見た目はフィッシュ&チップスです。ビアバタードフィッシュの場合はビールを使った衣で揚げます。こうすることで揚げた時に炭酸ガスが発生しまして、衣の水分を素早く蒸発させたり、衣が膨らみやすくなるため、よりサクサク感のある揚げ物が出来上がります。フォークで押さえつけると、とても美味しそうな衣が潰れる音が聞こえてきます。これはビールにぴったりの料理です。この日はこれまで飲んできたタスカーのモルトをいただきます。タスカーと比べるとタスカーモルトの方がホップが強めなのか香りが強めです。軽い爽快感のビールがいい場合はタスカー。少し香りや風味を感じたいときはタスカーモルトが良さそうです。タスカーモルトの方が少し高いようなのでタスカーの上位バージョンみたいなイメージでしょう。タスカービールを飲むのであれば一緒にタスカーモルトも飲んでみるといいと思います。最後のデザート、これまたおしゃれなスイーツが出てきました。ゴールデンマンゴー、マンゴーケーキです。マンゴーの甘みをしっかりと感じることのできる美味しいケーキ。そしてずっと甘いだけだと疲れちゃうので、甘みだけではなく途中でベリーの酸味を加えながら食べることができます。とても考えられた美味しいケーキです。食事を終え、少しゆっくりしましたら、午後のアクティビティに出発です。先ほど見たキリン、まだ同じ場所にいるようです。しかも、また固まっています。フリーズ中のようです。あ、でも、口がもごもごしてますね。キリンもランチを食べ終わった後なのでしょう。続いてやってきたのはこちら、マサイ村です。たくさんのマサイ族の皆さんがお出迎えしてくれます。マサイ村訪問はホテル代に含まれておらず、オプションとなります。料金は40ドル、6000円ほどとなります。マサイ族の村というのはいくつかあります。今回はこちらの木で囲まれた部分に住んでいる方々の生活環境を見学させていただくことになっています。村に入る前に、まずは訪問者を歓迎するための儀式が始まります。ホテルに到着した時も同じような歌で出迎えていただきましたが、人数が増えるとこれまた迫力があります。フレンド来いと到着して5分でフレンドになりました。
一応撮影も全部許可いただいております。こちらには男性しかいませんが、もちろん村の中には女性もいます。マサイ族というのは男性と女性の役割が明確に分けられています。どちらかというと男性が対外的な対応、村を守ったり訪問者や侵入者に対する対応、昔は動物の狩りも行っていました。一方女性は家庭内の仕事を行うことが多いです。ということで外部からの人を歓迎する、受け入れるという役割の中で男性が集まってこのように歓迎の儀式を行ってくれているんだと思います。若い方から大人までいらっしゃいまして、おそらく村の男性のほとんどの方がここに集まっているのではないでしょうか。これは決して悪い意味ではなくって、ここに女性が顔すら出さないことからもですね、役割が明確に分けられているんだなということがわかります。そして私最初にさらわれてしまいました。男性は全員この中に入って一緒に踊ることになります。これであなたもマサイ族、もしかしたらそれぞれのマサイ族の村で異なるかもしれませんけども、一緒のグループにいた女性は見学するだけだったので、おそらく男性のみかと思います。先ほども言った通り男性は全員強制参加です。歌と踊りが終わりますと、続いてはジャンプ大会。この儀式の中では歓迎の意味が込められているそうですが、その他ジャンプには力強さを示す役割もあります。より高いジャンプができるマサイ族の方は自らの力強さをアピールすることができまして、女性にモテるんだそうです。サンダルなのにこのジャンプ力、膝を伸ばしてビヨーンと綺麗にジャンプをします。僕の2倍は飛んでいます。儀式が終わったところで僕だけマサイ族に呼び止められてしまいました。なんだと思ったらですね、歯磨きの仕方を教えてやると、こんな棒を使って歯磨きをするんだそうです。この人ずっとこの後もずっと歯磨きをしていました。マサイ族の歯磨き指導担当かもしれません。歓迎の儀式が終わりますと、まずはマサイ族の前提知識を詰め込まれます。まずはマサイ族の結婚についてです。前提として血縁関係にある者同士の結婚は禁止されています。次に実際に結婚する場合、新郎の家族が新婦の家族に牛や羊、ヤギを送ります。牛や羊はマサイ族にとって貴重な財産です。日本の感覚で言いますとお金を送る感覚になるのでしょうが、日本で結婚して相手の家族にお金渡してたらですね、変なやつだと思われますよね。マサイ族ではですね、でもあくまで感謝の気持ちを示す、自分たちに富があるんだよということを示す、それから家族の絆を深めるための行動でもあるのです。彼は6人の息子が結婚する際に牛を6頭、ヤギと羊を3頭ずつ送ったんだそうです。ただこれらの数は勝手に夫側の家族が決めるわけではなく、経済状況や社会的なステータスなど様々な状況を考慮して交渉によって決められます。続いて横でずっと待ってくれていた彼らは若者です。大人とは少し服装や見た目が異なります。まず髪型、赤土を使って髪を赤く塗ります。髪の長さは少し長め、長めの髪を編んでいる方もいます。赤土に関しては服にも少し塗られているそうで、村に侵入してくる動物に対してこの香りがする人間は危険だと認識をさせまして、襲われないようにする効果ですとか虫除けの効果があるんだそうです。そして服も少し異なります。色が少しだけオレンジやピンクに近い赤色の服だったり、着ているのではなくって肩にかけるような形で羽織っています。それではどうすれば彼らは大人たちと同じ扱いを受けることができるのか。昔は彼らにライオンの狩りをさせることで力や勇敢さを試され、無事に狩りに成功することができれば立派な戦士として認められたのです。もちろん飛び道具、弓なんていうものはですね、勇敢さは測れませんから、この今持っている槍などを使って戦います。時にはライオンに噛まれたり怪我をすることもあったため、命がけの戦いでした。現在では動物保護の観点でライオンの狩りをすること禁止されているため、村を守るためのパトロールなど村への貢献をすることで大人として認められていきます。16歳から17歳ぐらいからこのようなことを行うため、おそらく彼らも16歳前後ぐらいじゃないかなと思います。
この槍の他にも剣も持っています。持つ部分は牛の尻尾の毛が使われていたり、入れ物は牛革を使っていたり、その他こんなサンダルにも牛革が使われているんだそうです。意外にもきちんとしたサンダルです。先ほどの儀式も靴ではなくサンダルを履いてジャンプしていたと考えますと、やはり彼らのジャンプ力とてもすごいと思います。こちらはルングという棒です。様々な使い方ができるそうで、主には動物が襲ってきた時にまずはこの棒を使って相手を威嚇したり攻撃するために使います。最初から剣を使って襲ってきた動物に対抗するわけではなく、まずはこの棒で対抗するのです。その他背中のかゆいところをこれで描いたり、子供が学校でドラムを叩くのに使ったり、ミーティング中に自分の意思を伝えるためにこの棒を高く上げて指名をしてもらったりします。なかなかいろんな使い方ができる万能な棒なのです。それではいよいよマサイ村に潜入です。敷地内は非常にシンプル、一つの建物につき一つの家族が住んでいまして、16の家族がこの敷地内で生活をしています。ヤギや鶏、犬などが放し飼いにされています。女性の役割の一つとして工芸品を作ることです。こちらでは地べたに座り、マサイ族のアクセサリーを作っています。一番きつそうな役割がこちら、水汲みです。これも女性の役割です。7キロから8キロぐらい離れたところまで水を汲みに行ってるんだそうです。この大きさですと20キロ前後ぐらいはあるんじゃないでしょうか。それに水を汲みに行くといっても決してきれいな水ではないですし、このような水を飲むことで免疫力の弱い子供は病気になりやすくもなってしまいます。子供が生まれても 70% ほどしか生きられないんだそうですが、こういった環境も影響しているのでしょう。ここで1日生活するかと言われましたけど、個人的にはですね、一番水の問題が耐えられないかもしれません。このように持って水を運んでいるんだそうです。女性の視聴者の皆様、こちらできそうでしょうか。1回やっただけで次の日首が痛くなりそうですね。続いてこちらの男性をご覧ください。耳に大きな穴が開いています。他の部族との違いが分かるようにしたり、美しさの象徴としてこのようにしていたんだそうです。そして足には焼いた跡があります。これは勇敢さを示すためにこのような跡がついています。耳の穴に関しては説明してくださってる男性にはありません。最近はこのようなことはしなくなってきているんだそうです。マサイ族の文化も徐々に現代の生活に合わせて変わってきているんだそうです。人間の親子だけではなく鶏の親子もいます。もちろん卵を産むわけなんですけども、マサイ族の方々はあまり卵は食べません。定期的に野菜など食べ物を販売に来る方がいるそうですが、そういった時に他の食べ物と物々交換する際にこの鶏の卵を利用するんだそうです。マサイ族の方々は鶏のお肉や卵よりも牛が中心的な食べ物で、お肉やミルク、血を飲みます。その他羊やヤギも食料源となります。こちらは子牛の小屋です。日中帯は外に放し飼いにして草を食べさせたり水を飲ませたりします。夜はこの小屋に戻し、肉食動物から家畜を守ります。羊やヤギはこの辺りで飼っていたそうですが、ハイエナなどに襲われてしまった際に被害が大きくなってしまいます。そのため現在では夜間はあちらの専用のスペースで飼っており、夜間であっても男性が交代交代で警備をします。牛は数が多いのでしょう。こんなに広いスペースで飼われています。あちら奥には幼稚園もあります。ここの家族だけではなくって周辺のマサイ族の子供たちが集まります。寄付によって建てられたんだそうで、子供たちとお話をしたところ、歌を歌ったり英語の勉強などをしているんだそうです。僕が話した子供たちは7歳と8歳の子供でしたが、英語で少し会話ができるぐらいには英語を習得していました。続いてこちらは彼の自宅です。屋根にはビニールシートを使って雨が入りづらくしてあり、壁には牛の糞を混ぜて作っているんだそうです。牛の糞が混ざっている分ですね、虫は集まりやすいんだそうです。でも他の建物に比べると外観は綺麗、新しそうに見えます。こちらはキッチンスペースです。簡易的なスペースになっています。
それでは中に入ってみましょう。お、川から汲んできた水があります。ヒアーと言われたのでなんだと思ったらですね、座るスペースだったようです。スペースはかなり狭く20平米もないと思います。家族で住むにはとても狭いスペースです。そして外は明るかったのにライトがないと何も見えません。画面の左右の部分に牛革で作られたベッド、寝るスペースがありまして、この中央が食事をするスペース、そして向かい側に食器や料理用などに使う薪が保管されています。天井は真っ暗になっています。部屋の中央で火を使うため煙で黒くなってしまいます。ただ一方で虫を追い払う効果があるそうです。今見せていただいているのは牛乳や牛の血を飲むときに使う容器です。これはソーセージツリーという木にできるソーセージのような形をした木の実から作られます。牛の血は牛を殺すわけではなくって、生きたままとってその牛の血を飲みます。新鮮な牛の血を飲むことで免疫力を高めるんだそうです。こちらはアフリカンウガリという彼らの主食です。トウモロコシの粉などから作られます。水を加えて煮込んで固いペースト状にして食べます。家の見学を終えますと、女性陣からの歓迎の歌を披露いただきました。今度は見ているだけだったので一安心です。一人だけ男性が混ざっていますが、基本的にこのような歓迎の歌も男女別々、マサイ族の男性と女性、明確に役割が分けられていることがこのようなところからも感じさせられます。それに女性の歌はですね、敷地内で行われます。歌とは全然関係ないですが、今回ガイドをしてくれた方、彼は経済的なことを考えてまだ奥さんは一人なんだそうです。しかし彼の父親、8人の奥さんに60人以上の子供がいたそうです。中には10人も子供を作る奥さんもいたそうで、これは多い方なのでかなりモテていたということでしょう。きっとジャンプ力も高かったことでしょう。これが最後だと思っていましたら、もう一つ最後の最後に火起こしを披露してくれるようです。よくロープがついていて棒を押したり引いたりすることで中央の棒が高速回転して火起こしする道具を体験するコーナーがあったりしますけども、こんなのですら火起こしが難しいのですが、彼らはいとも簡単に火を起こしてしまいます。こちらアップでよーく見てみますと、もう煙が出ています。この煙がどん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 と大きくなっていきます。あとはこれを燃えやすい木のクズでしょうか、そのようなものの中に入れていって空気を加えてどんどんと火を大きくしていきます。あんなに真っ黒だった木の削りカスがもう赤くなってきています。さすがマサイ族さん、慣れたもんです。マサイ村の見学が終わりますと買い物のお時間です。ということで、マサイ村でマサイ村を訪問する方、わざわざナイロビでマサイ関連の民芸品などを購入する必要ないと思います。こちらライオンの牙付きのネックレスを購入しました。20ドル3000円弱です。日本でつけることないと思いますけども、寄付の意味も込めていいねで購入しました。
安くしてもらって複数の人から複数の商品購入した方が良かったかもしれませんね。であちらの奥にも別の村があります。このように周辺には複数の村があるのです。日が落ち始め、家畜の皆さんも帰宅するお時間です。皆さん揃って村の中へと帰っていきます。それでは僕らもマサイ村を後にしまして、次は夕日の鑑賞をしに行きます。大草原の中に椅子を並べ、さらに焚き火まで用意して夕日を見ながらお酒を楽しむお時間です。ホテルのスタッフの方々がお酒や軽いおつまみ、スナック類なども持ってきてくださいました。こちら南アフリカエルギン地区のオークバレーというワイナリーで作られた赤ワインをいただきます。乾杯。飲み口は柔らかい、まろやかで美味しい赤ワイン。まあそんなお酒の味よりもこの環境でお酒が飲める、そちらの方が重要、とてもいいホテルのサービスです。若干透明感がある気がします。今朝の朝日もとても綺麗でしたが、夕日もとても綺麗です。日本で見る夕日よりも綺麗に感じます。この大草原、大自然がより夕日を綺麗に見せる効果があったり、湿気が少ない分よりくっきりと夕日が見えるのかもしれません。こんな演出もしてくれます。わざわざ焚き火の前にマサイスタイルの方が立ってくれています。肉食動物が来た時に守ってもらうためというのもあるのでしょうが、よりマサイマラらしさを出す、雰囲気を出すために立ってくれているのかなというふうに思いました。いろいろ考えられたおもてなしで、ますます今回のホテル JW マリオットの素晴らしさを感じさせられます。部屋、ホテルの施設だけではなく外に出ても素晴らしい、そんな JW マリオットです。こちらのスパークリングワインとハイビスカスのジュースを合わせたカクテルも気に入ってしまいました。雰囲気も良く、さらに美味しく感じます。ホテルに戻るとディナーが提供されます。この日のメインは中華料理のカシューチキン、もう一つ中華、牛肉の中華鍋炒め、魚料理に豆腐料理、焼きそば、本日も様々なジャンルの料理が用意されています。まずはスターター、インド風中華料理のマンチャオスープです。目の前でスープを入れて仕上げる、これまたおしゃれなスープから始まります。スープの中にはネギがたっぷり入っていますので、この揚げ麺のようなものを崩しながら飲んでいきます。薄味の醤油スープみたいな感じでしょうか。ネギやこのパリパリに揚げられた麺のようなもののおかげで、口に変化を与えながら最後まで飽きずに美味しくいただけます。ドリンクはこちらブラックトリュフネグローニです。カクテルにまでトリュフ風味を追加してしまう少し贅沢なカクテルです。メインは牛肉の中華鍋炒めをいただきました。サイドメニューとしてジャスミンライスも一緒に提供いただきました。自分のプレートに装っていただきます。絶対にライスに合うやつですね。牛肉がごっそり入っていまして、程よく硬さが残るくらいまで煮込まれています。他にもブロッコリーやキュウリも入っています。ジャスミンライス、タイというところに合わせたのか、スパイスやパクチーの香りも感じます。このソースというか汁といいますか、ご飯にとても合います。これだけでもお米が進む、そんな美味しさです。デザートはベリークラシコ、ベリーのケーキです。スプーンがスーッと入っていく、
滑らかに仕上げられたケーキ、うっすらとベリー香る層にチーズの層、一番下のスポンジの層、強すぎないベリーの甘さをチーズの層がまろやかな甘さでまとめる、そんなとても美味しいケーキです。食後に部屋で寝ていますと、まさかのライオンのうめき声のような鳴き声が聞こえてきます。聞こえづらいですが、音量を上げると若干聞こえるかもしれません。こちら、ライオンの声で深夜起きてしまうという、そんなサファリです。それでは今回の動画、このあたりで終わりとさせていただきます。今後も旅行の動画をアップしていきますので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。それから概要欄にインスタグラムのアカウントも載せていますので、インスタグラムのフォローもお願いします。はい、それではまた次の動画で。